で、ああいう PK ストップとかもあったので、流れ的には甲府だとは思います。はい。ただこれは分からないです。第102回天皇杯サッカー決勝戦、ヴァンフォーレ甲府対サンフレッチェ広島、1-1、ゲームは PK 戦になります。キックとともにもたらされました。5連続ジャイアントキリング、天皇杯 JFA102 回全日本サッカー選手権大会決勝戦、ヴァンフォーレ甲府対サンフレッチェ広島、ゲームは120分 1-1 で決着つかず、 PK 戦の末ヴァンフォーレ甲府がサンフレッチェ広島を下し、見事天皇杯初優勝を飾っています。